じゃあ次、ひよこ豆太郎さんからいただきました。ありがとうございます。飛んでいた蚊をなんとなく割り箸で掴んだら成功した。やめなさい。成功したんだよ、すごくない？かわいそうだわ。武士だよ武士。そうだがしかし。武士だよ武士。そうだがしかし。海ちゃんだよ。武士で武士道だよ。挟まれた方の蚊の気持ちも考えてやるよ。突然ギュッてなるんだよ。うわ、何？殺されるわけでもなく、何これ、食べられる？かわいそうでしょ。六原賞です。はい、残念でした。おすなまさんからいただきました。ありがとうございま す。テレビのリモコンを落としたら、落とした場所にたまたまいた顔を撃退できた。まだ血を吸われる前だったので助かった。まさにスピリチュアル。だから蚊の気持ちも考えろって言ってるんでしょ。いやでもかわいそうで、吸うつもりなかったかもしんないじゃん、蚊が。そっか。そうだよ、ね。ちょっと休ませていただこうかなって思ってたら、上からリモコンが降ってくるんだよ。でも多分気絶してただけだよ。死んだよ。死んだ。ああ、かわいそうだから三原賞もない。一原賞に。一原賞。まあ別に私、蚊が好きなわけじゃないですけど。次行きますよ。